レクリエーショナルビークルは自動車の掛けごらい図の一つ。海外における RV の例英語の原理としては日本語でキャンピングカーと呼ばれる自動車に相当する。キャンピングカー欧米では人や物を運ぶためではなく住むための車は馬車の時代からある伝統的なもので特に北米開拓において重要な役割を果たした。日本における RV の例早くから 公共交通機関が発達した日本では自動車の中で中長期間にわたって寝泊まりしてドライブするオートキャンプの習慣が定着していなかったことや保管場所、車検、保険、道路交通法などの問題からキャンピングカーの需要は欧米に比べて少ない。そのため RV は1980年代以降のレジャー向け車種の流行とともにレジャー レクリエーション用と向けの車全般を広く指す用語として用いられるようになった。最初のうちは、黒缶のような SUV に対して用いられていたが、商業的、文化的な事情もあり、幅広く捉えるようになった。1990年代の RV ブームは凄まじく、一般的な乗用車にグリルガード、ルーフレール、背面スペアタイヤなどを取り付けて、 RV を名乗る車種が多く登場するなど、RV の指す範囲は、販売戦略とともに拡大されていった。従来人気であったセダンやクーペをしのぐボリュームに、成長したこれらの自動車は、その後カテゴリーの細分化が進み、例えば、ステーションワゴンはその市場の縮小とともに、RV の呼び名が外れて元通りとなり、MPV や、トールワゴンは、ミニバンが一般的となり、 SUV という用語も自動車メーカーの CM やマスメディアで一般的になっており、日本的な意味での RV は仕事化した。ただし現在も多目的レジャー車、つまり SUV を指す単語としてメディアで時々見ることができる。なお正式なカテゴライズではないが、北米ではサッカーマムズビークルという言葉がかつての日本で言う RV の一つに相当する。 日産レンタカーでは RV クラスが存在するが、これは SUV をレンタルする際の料金区分である。ありがとうございます。